これからアメリカが落ちてきますよ。アメリカにおける大学秩序も面目狂う。日本もこうしてだん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 アメリカに頼っているところは全部落ちてきますよ。それを待っとるのはどこや。中国共産党じゃない。台湾問題なんか問題にしてないですよ。中国共産党にとって台湾なんかどうでもいい。そんなところへ上陸作戦して、さっきの人民解放軍が知るなんか願ってない。初めからやるならば核戦争です。沖縄、日本の各地にあるアメリカ軍基地を狙うでしょうけど、その前にアメリカ本土へ飛ばすと思いますよ。次にプラス、今日のテーマは何ですか。ロシア地下政府や、ロシア地下政府や、ロシア地下政府が中国共産党を動かしとんねや。こんなもん誰も言ってない。これからあなたは数年経ったら分かってくるわ。だからさっき言ったプーチンは飾りです。表の単なる政府です。その奥にあるのはほら強いですね。どうしてロシア地下政府が、消してください、ロシア地下政府が身を隠し大きな力を持つようになっていったのか。第二次世界大戦、スターリン、私たちのスターリンは悪い独裁者や、マスコミをまずそういうような考えです。だけどロシアで、ロシアの歴史を振り返ってみて、ロシア人が一番頼りとする人は誰ですか。いつもスターリンだよ。スターリンが第一位なの。私たちはスターリン独裁者で悪いやっちゃいや、ロシア人自身はスターリンは最大の自分たちの誇りなんですよ。話は1939年から1945年、これで何が起きた。第二次世界大戦、スターリンがそれを受け立ったわけですね。受け立った。でスターリンと戦ったのはヒトラーや。いいね。そこで何を私たちは忘れていけないのか。スターリンを支えたのはイルミナティよ。ロックフェラーだと言った、あれはロックフェラーのグループ、イルミナティ13家族ですよ。ロシチャイルドも入ってる。そこへ資金を投入してスターリンを使った。同じイルミナティはヒトラーも助けた。このヒトラーにお金を注ぎながら彼ら二人をして人口抹殺に入っていくわけです。人口抹殺ってどういうことですか。今私の世界人口は80億。世界で最大の問題は何か。人口ですよ、忘れないでください。80億ですよ。先ほどスペイン風邪どうのこうのって言った100年前、その時の世界人口は15億ですから、今80億ですよ。砂漠が広がってるわけです。気候が変だ、海の水も死んでる、めちゃくちゃじゃない。だから今申し上げるように、イルミナティにとっても私にとっても世界最大の問題は何や。人口問題です、忘れないでください。人口問題なの。本来イルミナティはどうする。だから摩擦が入りますよ。だから核戦争したいんですよ。戦争で人が死んだ、死にましたか。だから彼らによって原子爆弾はありがたい、これほどありがたいものない。戦争で使いながら人口摩擦に入るわけか。裏の世界はそうやと言ってるわけ。それでスターリンを助けてお金をどんどん注ぐし、技術も注ぐ。負けかけのスターリンがうわーっと盛り返してきて、ついにはヒトラーをやっつけるんですが、ヒトラーも金を注いでもらった。先ほど言った1914年から1918年まで戦争が続いて、ドイツは敗北してたんですよ。そのドイツ、立ち上がれないドイツ、ヒトラーと言うけど、それはもうずっと時代が負けてから何年か経ってからですからね。ヒトラーという人物も戦争中は伍長です。だから可視感でもうーんとも下ですよ。そんな人間がなんでドイツ人ですよ。後進国の人々ちゃいます、
なんでそんなドイツ人をなんで指導者になったんですか、不思議だね、金があったから。下っ端の男がなんで権力を握ったんや、そう今言ったお金があるからですよ、ね、でこのお金がヒトラーに注がれることで軍事力を作って、あのメッサーシュミットなんかの飛行機もどんどん作れたんです、戦車も作れた。これを注いだの誰や、ブッシュなんですよ、知ってください、ブッシュのおじいちゃんや。なんでブッシュのおじいちゃんはそんなことしたんや、自分にもちろん儲けがあるからですが、何よりもブッシュのおじいちゃんはイルミナティのメンバーだから、だから自分の息子、つまり親のブッシュを大統領にできたし、孫のブッシュも大統領にできた、世の中そうなってるんですよ。俺偉いこと言ってしまってるけど、マナさんが今まで疑問だった点をこれによって修正してまともに見れるようになったらいいと思ってるから言ってるわけ。話元に戻す。そしてヒトラーもスターリンもイルミナティから金を注いで自分らは権力にいて調子いけるかと思う。結局ここで人口問題です。2人を使って人口を減らす。第二次世界大戦でスターリン率いるロシアは当時ソ連と言いました。どんだけの人が死んだと思う、ヒトラーとの戦争で。2600万だよ、2600人じゃないぜ、2600万。この前の戦争で日本人はどんだけ死んだ、340万。340万も死んだんですか、大変だな。大変ですよ。だけどスターリン率いるロシアは2600万ですよ。ドイツは初めから人口が少ないからといっても、ドイツ人の優秀な連中は戦いの中で死んでいったわね。だからイルミナティにとってはそれぞれの金を注いで軍事力を整えて、それをやらした連中にとっては大成功やったわけや。ここまで、そこで気がついた。こんなやつに従ってこんなやつから金を持ってたら利用されるだけや。スターリンが気がついたんですよ。だから自分は表の政府を率いるけれども、クレムリンだけども誓いを送ったんです。これがマレンコフだ。マレンコフ、スターリン、ごめん、レーニン、スターリン、次にマレンコフとして、このマレンコフは水力発電所の所長になった、要するに政治的に落ちぶれていったという形をとって、彼は地下政府の力を握ったんです。あとはシュレーピンだ。そういう連中がずらーっと地下で表に出ません。日本にも裏政府がある。もっと古い。誰や、ヤタガラスですよ。ヤタガラスだよ。